はい、今回は、加谷さんと小林プロと一緒に、2023年、新製品をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、一つ目はカレンですね。めちゃめちゃ増しましたすいません、本当に。ということで、そのカレンなんですが、頭がハードプラグで、後ろが、ソフトボディなるんですけど、まあ、いっぱいこうビッグベイトがあって、まあ、OSP 一つ目のビッグベイトと、はい、いうことで、なんでこうしたのかなっていうのがすごい気になるところかなと。結構ビッグベイトの使い方ってちょっと複雑になってった時代じゃないですか、はいはいはい、でその中でシンプルに投げて巻いて釣るだけで釣れるような、まあ、クランクベイトの延長線上であるような感じの、やっぱりワームの滑らかさ、柔らかさと、はい、まあ、水をつかむ頭の、まあ、リップスキの硬い素材っていうのが良かったと、はい、まあ、今まであんまりないコンセプト。そうですね、うん、あんまりなかったですね。まあ、僕も何回か使っていく中ですごいなと思ったのは、はい、単純にそのただ巻きの泳ぎもう、あのやっぱ上から見た時にそっくりなんですよ、はい、まあ言っても、まあ、ビッグベイト、まあ、いろんなタイプがあって、まああのね、そっくり小魚だったり魚の泳ぎそっくりがもちろんねルアーだからいいわけではないと思うんですけど、すごい滑らかだし、これはこれですごいなと。なんでこんななったのかなっていうのが、まあ、そうですね、やっぱ自分も作っていく中で目指したのはこう何ですかね、泳ぎがリアルっていう、まあ、なるべく魚の動きをこう表現するっていうのをちょっとこう、うん、考えたところですね、はい、でもあれって、はい、こうイメージではなかなかできないかなぐらい、はい、なんか動きが成功なんですよね。そうですね、まあ、いろいろやったんでいろいろやったんです。そうですね、何やったのか。そうですね、まあ、例えば、うん、まあ、これでいうとこのエアホールって入ってるんですけど、入ってますね。こう見ると、で、まあ、エアホールを入れることによって、まあ、ちょっと姿勢をちょっと調整したかったっていうのもあるんですけど、はいはいはい、まあ、あとアクションここでここちょっとくねらせるためのエアホールだったりだとか、この尻尾のテールの付け根の付け根を、はい、こうちょっとこう、なるほど、うねらせるっていう、空気入れてこのワームの断面をこう減らすことで、そうですね、ここをちょっと柔らかくさせるっていう。あとはやっぱり一番苦労したのはこのアシストラインですね。アシストラインをどう出すか。そうですね、まあ、もちろんなくてもね、あの、うん、釣れるんですけど、はいはい、やっぱりどうしてもこうテールこの辺を食ったりする、まあ、この辺を食うに来てんだけどこう引っかかったりだとかするバイトを取りたかったので、はいはい、アシストをどうつけるかっていうのも苦労しました。実際こう使って、はい、まあ、あの僕はちょいちょい釣れましたっていうとてつもない聴覚聞いてたんですけど、どうですか。そのいつでも釣れるルアーではないかなって、やっぱり、まあ、そうですね、はい、ビッグベイトなんで、うん、だからその状況がハマった時の爆発力っていうのはやっぱりすごかったですね。まあ、いろいろその状況ってあると思うんですけど、はい、なんだろうな、簡単に言うと何があるか。簡単に言うとやっぱり濁りとかのその、うん、環境変化っていうんですかね。相模湖でめちゃめちゃ釣ってる動画があったと思うんですけど、はいはいはい、あれどんな状況だったんですか。あれもう2年以上前の話なんですけど、はいはい、6月だったかな7月だったかな、ちょっと高い、やっぱ雨の濁りが入ってきて、うん、はいはい、で、まあ、場所は相模湖の秋山川っていう川なんですけど、うん、で上流がサンドバーになってたんですよ、うん、今ちょっと掘れて違うんですけど、はい、でこうサンドバーにこう擦りながら砂煙を上げながら高速引きをしたらボコボコで、あとまあカレントにこう何ですかね、まあ、歯向かわないでこう流しながらなんで、まあ、自然的に早引きになってしまうんですけ ど上流向かって投げる感じですね、はい、ハイブリッドのこのボディのいいところは普通のスイングベイト全体がこうワーム素材だけだとやっぱスルスルってきちゃって、はい、まあ、早くは巻きやすいんだけどいまいちこうちょっとパワーというか、はいはいはい、はこう出せなかったのかなみたいな。やっぱりリップがついて前がハードなことによってしっかりこう水掴んで、そうですね、だけどテールはこう名前がおかしくナチュラルっていうのがすごい特徴かなと。あともう一個、はい、僕使っててすごい思ったのは、はい、やっぱリップ、はい、
もちろん水掴んで動かすためのタイプだと思うんですけど、はい、すごい引っかかんないなっていう。そうですね、まあ、どっちかというとやっぱスイングベイトってカバーにこう、うん、なかなか入れられないじゃないですか。やっぱ回避カバー回避しないし、ところでやっぱカバー回避できるスイングベイトっていうコンセプトもあったので、うん、なるべくカバーを回避しやすい形状のリップ、まあ、ボディの幅よりこうリップの幅の方が長くて、はいはい、こんな感じになりましたね。僕もね、暴走リザーバー、まあ他のリザーもそうかもしれないですけど、うん、やっぱり浮いてるレイダウンとかこうね、岸からこう、うん、倒れてる竹とかいうのがすごい多くて、はい、やっぱり岸切っていく時にはそういうね、うん、飛び出てるものっていうのはこう気になるんですけど、まあ、それにしっかり絡められるで引っかかんないっていうのはすごい大きいなと思いました。やっぱなんか当てた時のバイトっていうのはやっぱ多いルアーですよね、うんうんうん、そこで引っかかっちゃうと、まあ、しっかりパワーを持ったルアーであって、それを証拠が別で使うことがもちろんリップがあって強いことによりルアーが強いっていうことで可能、はい、でしかもその、カバーをしっかりかわせる、はい、でかわせると同時にそれが引き金になるというのがこのカレンが釣れる理由かなと、はい、思いました。はい、でこの彼なんですけど、はい、もうこれどうやってこうくっついてるのかなとすごい結構ねしっかり、はい、いろんな付け方があったと思うんですけど、うんうん、まあ、あの一番シンプルなこう電源のコンセントみたいな、なるほど、コンセント、まあ、こう3本、はい、ダルマピンが出ててそこにこうコンセントをこう刺すように、はい、なるほど、刺してコンセント、はいはい、でこうピンを入れれば強度も十分、そうですね、はい、下手な感じになってるとこのつなぎ目がすごいこう開いちゃったりするんですけど、うん、これすごいあの密着度が高いっていうのかな、いう感じがしますね。だからまあどうしてもワームなんで、うん、まあ、あのテールが裂けたりとかしたら、そうですね、まあ、スピア の, あのワームもついてるんで、うんうんうん、まあ、すぐ交換できるように。そうですね、であとこのピンがもし万が一なくしてしまっても一応、ま、はい、あの爪楊枝と同じ径に合わせてるんで爪楊枝でも代用ができます。爪楊枝径じゃないですか、はい、であとそのこのアシストフックその時に、ね、はい、つける場合には、はい、これ通さないといけないと思うんですけど、そうですね、一応あのパッケージにこういった工具が付属されてるん で,、はい、でこういった工具を、はい、バームのこのお尻のところから穴が通ってるんですよ、中にもうすでに、はい、で通してで通すとこの状態になるので、はい、で P ラインをこう引っ掛ける、引っ掛けてスルスルすると、あ、これなら誰でもできますね、はい、そこ P ラインが出るんで、はい、で P ラインにスプリットリングつけて針つけてもらえる、針も付属、はい、ついてます。前がケンクローのハヤブサさんのケンクローの1番、1番でリアのアシストックが3番がついてます。3番、はいはい、こちら両方とも付属してます、はい、でまあカバーなんかねこうガンガン入れる時とか、うんうん、まあ、アシストが結構引っかかる時があるんで、はい、そういった時はこうアシストなしで使ってもらって、なるほど、はい、いいと思います。はい、ということで、発売は、はい、6月7月を予定してます。夏前にはお届けできるということで、はい、よく釣れるビッグベイトだと思いますよね、うん、おかっぱりでもいいし、ね、単純にこう投げて巻くだけ、うん、やっぱ収穫力があってしかも食わせられるギミックがあるとあるんですということで、ぜひぜひ気軽に、ね、使っていただけたらと思いますので、はい、楽しみにしていてください。